今回は人気アニメのぶっ飛んだカオス回3本ほど紹介したいと思います。それでは早速見ていきましょう。スタート。ある日学校でどっさり出た宿題を忘れていたのび太、明日が提出日ということもありもう間に合わないと思い、ある計画を立てます。それはドラ焼きと引き換えにドラえもんに大量の宿題を押し付けるというもの。僕は邪魔にならないように隣の部屋で寝るよと言い、3日分の宿題を押し付け、のび太は就寝しました。次の朝様子を見に部屋に行くと、そこにはボロボロになったドラえもんの姿が。パニックになったのび太は警察に連絡しようとするが、大丈夫、僕がやったの、宿題はやっといた、寝ます。このセリフをつぶやき一瞬で寝落ちするドラえもん。昨日の夜一体何があったんだろうと気になったのび太はタイムマシンを使って昨日の夜まで遡り、押し入れに隠れて様子を伺うことにします。最初は大量の宿題を押し付けられたことで怒っている様子ですが、ドラえもんはある方法を思いつきます。それはタイムマシンで未来の自分に宿題を手伝わせるというもの。早速2時間後、4時間後、6時間後、8時間後の自分を呼んできて宿題を終わらせようとするも、後の時間になるほど機嫌が悪く、6時間後のドラえもんに関してはもう嫌だと叫びながら逃げようとするも、過去の自分たちに捕まってしまい、強制的に宿題を手伝わされてしまいます。8時間後のドラえもんは一番怒っており、鈍器を持ちながら過去の自分を殴ろうとしています。早く終わらせようというドラえもんたちに従うが、君は間違っていると喧嘩が始まり、なかなか前に進みません。ようやく宿題を終わらせ、この時間軸のドラえもんに提出。しかしみんな怒っており、ボコボコにされ、他のドラえもんたちは自分の世界に帰っていきました。それでもなんとか終わらせた宿題、安心して眠りにつくが、その2時間後、起きろ起きろという声、誰と尋ねると、2時間前の世界から来た僕だよと言われます。寝ていたドラえもんは、え、宿題もうやっちゃったはずだぞと話しますが、こっちの時間ではこれからやるんだと無理やり過去に連れて行かされます。4時間後ようやく終わり、帰ってきて爆睡するが、今度は4時間前の自分が迎えに来て宿題を手伝わされます。6時間後フラフラになって帰ってきたドラえもんですが、またすぐに過去の自分が迎えに来るので押し入れに避難。すぐにやってきますが、過去のドラえもんがいなくて驚いています。これじゃ宿題終わらないと言われた瞬間、のび太はドラえもんをすぐに差し出して過去の世界に再び連れて行かれます。8時間後睡眠不足とストレスで大暴れ。そのことを知ったのび太は夕方お詫びとしてドラえもんにどら焼きを渡しますが、また何がやらされると思い、どら焼きを怖がってしまうというオチで番組は終わっていきました。いやー、とんでもないカオス回でしたね。この物語ドラえもんシリーズでは珍しく秘密道具が出てこない回でした。原作版ではあの名言、やろうぶっ殺してやるというセリフ、アニメ版でもその名言聞きたかったなと思いました。ある日堀川くんが書いた僕の弟という作文が非常にうまく書けており、みんなの前で褒められます。普段は原稿用紙1枚も書かないのにもかかわらず、今回は3枚も書き上げる力の入れよう。先生はみんなの前で作文の内容を発表するようにと言われ、弟とキャッチボールをして遊ぶという内容を話しますが、堀川くんは一人っ子で弟はいなかったはずとわかめは不思議そうに思います。次の日路地で噂の弟とキャッチボールしているところを目撃、弟の平吉ですと言われ、見てみると壁のシミを紹介されます。否定も肯定もせずその場を去り、夕方偶然にも波平さんと遭遇、弟とキャッチボールをしていましたと言い家に帰り、船さんにそのことを報告するが、カツオはその話を聞いてしまい、堀川君には弟がいるのかと勘違いしてしまいます。早速野球がしたいカツオはワカメに頼み、堀川くんと弟3人でキャッチボールをしようと提案します。次の日昨日言われたことを本人に伝えると大喜び、早速放課後キャッチボールをするため集まります。弟もこの先にいますと指さされた方向を見たカツオ、あまりの衝撃に驚き急用を思い出したとバレバレの嘘をつき、その場から逃げ出します。すぐに帰って今起こったことを家族に話すと笑われます。しかしカツオは4年生の時に書いた壁の落書きが所有者のおじさんにバレ怒られたので消そうとするが、人型のシミだけがどうしても消えず、そのまま残り1年後、堀川くんの弟と言い切っていたので、そっちの方で驚いてしまいます。
うっかりその話を家族の前で話してしまい、その夜帰ってきた波平さんにおなじみのバカモーンと怒られて終わるというお話でした。伝説の堀川くんサイコパスエピソード、壁のシミを自分の弟と思い込むのはかなりぶっ飛んだ話ですが、他にも磯野家の床下でおたまじゃくしを隠れて買ったり、自分の机に波平生写真を貼ったりと、かなりやばいエピソードがたくさんあるので、また好評でしたら第2弾第3弾やりたいと思います。京子が昨日お風呂に入っていると急に浴槽が汚れたという話をしています。するとミキが現れ、その現象ある風呂への呪いだと言います。何でも昔からある銭湯で近づくだけでもダメという話。バンダイにいるおばあさんが妖怪かもなと談笑していると、誠が現れ、あのおばあちゃんはとってもいい人なのだと銭湯の噂話を聞かれてしまい怒ってしまいます。場面は変わり、おばあさんが一人で切り盛りする銭湯。そこに今の時代には確実にいないチンピラ二人が登場。ここに建てるビルの見積もりをしに来たと言いますが、おばあさんはここは絶対に売らないと断固拒否。すると二人は女子風呂に堂々と入り荒らしていくが、水を大量にかけられ、この銭湯は絶対に売らないと力強く話します。男はここの銭湯は呪いがかかっているというが、呪いなんてありゃしないと否定。バケツをぶん投げてチンピラ二人組を銭湯から追い出します。数分後、学校から帰る誠に遭遇。荒らされた風呂場を一緒に片付けることにするも、おばあさんは以前からこの銭湯の呪いのことについて気にしており、そのことが原因でお客さんが減り、ここも閉めようかなと愚痴をこぶしています。早速誠はこの呪いの正体についてヌーベイに相談。俺もその銭湯にお世話になっているからという理由で調べてくれることに。その夜、ミキがお風呂に入っていると、天井からカビのようなものが落ちてきて大パニックに。次の日、その話をすると、みんなも同じ現象が起きていました。家のお風呂が入れなくなってどうしようかと悩んでいると、誠にあの銭湯に来てほしいとお願いされます。みんなはしぶしぶ向かうことになりますが、この町全体のお風呂がカビだらけになり、困った人たちは銭湯に集まりかなり賑わっていました。談笑していると急に地面が揺れ、マンホールの中から調査中のヌーベイが出現し、みんなを驚かします。あまりの汚さに生徒と一緒にお風呂に入りますが、この場所は妖気が漂っている、そう思っているとヌーベイが大好きなリスコ先生の声が聞こえ、呪いの調査についてすっかり忘れてしまいます。リスコ先生はシャンプーを忘れたので、京子かミキに借りようとするが、二人も忘れていました。すると、誠がシャンプーを貸してくれますが、同級生が女風呂にいる事態アウトなので、ぶっ飛ばされ、男たちにボコボコにされてしまいます。ちなみに5年生なので、完全にアウトです。場面はボイラー室に変わり、怪しい影。よく見てみると、先ほどのチンピラ二人組がパイプをいじり、シャワーから熱湯を溢れさせ、利用者に大怪我させる計画を立てていると、足元に真っ黒な何かが集まっていることに気づきます。ヌーベイは湯船に浸かっていると、突然妖気を感じ、急いでその場所に向かうと、先ほどよりもひどい状況。チンピラたちは恐怖で逃げていると、女風呂のドアを開けてしまい大パニックになるが、こちらにも謎の黒い物体が現れたため、大慌てで逃げる女の子、それを見て興奮する男たち。誠とおばあさんは女風呂で何があったのか確認しに行くと、真っ黒な何かから舌が長い妖怪に変化。呪いは本当にあったのかと落ち込んでいると、それは違うとヌーベは話します。これは物が妖怪化したつくも神の一種で、おばあさんの味方だと言います。こんな化け物知らないよとつぶやきますが、鬼の手でお経を唱えると本来の姿に戻っていきました。近所の家の風呂を汚して回れば昔のように繁盛すると考えたたわし、それを利用し呪いと広めたこの二人。全て納得いく答えを聞いたおばあさんは、お前たちがたくさんお客を呼んでくれたおかげで昔を思い出したよ、もう一度頑張ってみるかね、ありがとうと言い、銭湯は閉めずにもう一度心機一転頑張ることにしました。この件で新聞に取り上げられ、お客さんは以前と比べると人が増え、営業が継続できることになり、ハッピーエンドで終わっていきました。いつものヌーベイシリーズと比べると怖さはかなり薄いですが、この回いろんな意味で好きでした。ビデオで録画して何回も見てた記憶、いろんな思い出が蘇ってきて、今はノスタルジックな気持ちになっています。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。それでは他の動画でお会いしましょう。バイバイ。